はい、どうもこんにちは、向井田です。今日はですね、新型の新たにゲットした iPhone12 の Pro Max と Galaxy のウルトラの手ブレ補正をテストしてみたくて、まあ遊びでですね、 GoPro Max のスタビライゼーションも同時に見てみたいなと思ってます。ケース可愛いでしょ。はい、それでは撮っていきたいと思います。まずはアンドロイド録画。あ、ずれた。録画スタート。録画スタート。録画と。だいたい画角、合ってるかな？まぁ、ちょっと違ってたら許してください。あくまでスタビライゼーションのテストってことで。まぁ、こんな感じで、ちょっと撮って。あえて、普通に歩いてます。そろりそろり、歩きじゃなくて、なんなら、ちょっと、こういう動きとか、立ち止まって、ずーぐる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 とか、ちょっとやってみてますね。よいしょ。で、ちょっとそろり歩きしてみよう。そろりそろり。あー、でもやっぱ結構ずれますね。はい、これが iPhone の方は純正のカメラアプリですね。で、これに今ちょっと待ってですね。一回止めて、フィルミックプロに変えてみます。はい。フィルミックプロに変えてみました。まあ、設定は同じですね。4K60p です。ただ、GoPro Max だけは 4K60 撮れないので、2.7K で撮って、後で、そう、3対2で撮れたので、16対9にクロップする感じにしようかなと思ってます。これが、フィルミックで今撮ってる感じですね。まあ、手で持ってるだけですから、結構揺れる感じですが、後で見てどれぐらい違うか、ちょっと楽しみです。